皆さんおはようございます。今朝のメッセージは自分を変える、自分の行動の選択を変えるです。成果が出始めて、そして組織が成長して、今まではこの突破力で、まあ私のいいようにやってきたって言ってしまえば、まあそうなんですね。しかし組織がもうチームの力で本当にやっていかなきゃいけないっていう段階に入って、まあこれは3000万の時も5000万の時もあったんですけど、今度は1億っていう壁がですね、成長の壁が今来てます。採用面接を繰り返し、残念ながら、完熟のイチゴを触るってことは、やっぱ本当努力じゃどうにもならないセンスもいるんですよね。だからお断りの電話をしなきゃいけないっていう、入れるのは気持ちがいいんですけど、断るのはもうとても心が痛みます。それもスタッフや妻のそこの人間関係もしっかりバランスが取れる方も選ばなきゃいけないし、まあ本当スタッフや妻がこう人も環境もオフィスのスペースとかいろんなものがですね、もう私の思い通りだけじゃダメで、本当にみんなが気持ちよく働ける環境、人づくりをしなきゃいけないという成長痛の現場に今立ってます。だからこそ私は今読書会とか伝達力トレーニングとか、今だんだん参加者が増えてきたんですけど、そこも同じように今成長痛の場に来てるんですね。オンラインで開催し続けてます。最初は本当に数人だったのが20人になって、1画面に収まりきらなくなって2画面になりました。そして30人を超え、今度40人を超え、今度50人を超えそうな勢いで、多分こっから先はですね、あっという間に100人超えに行くんですよね。そんな気がします。となってくると運営は大変です。これが自分の能力に限界があるとしたら、もう人数閉じて、これ以上受け付けませんとかっていう風になってくるんですよね。けどもそうじゃない。この読書会とか会社の組織もそうですけど、何のためにやってるかなんですよね。もちろん会社の利益存続は大切です。でもこの会社の読書会のこのチームの組織の存在価値って何かって、私の会社は地域の見通しを作る、もちろん大前提にうちの竹下家の繁栄がなければそれは成り立ちません。このイチゴの事業を通じて人の成長を促進するんだって。だからイチゴに限った話だけじゃなくって、イチゴを売ってるんじゃないんですね。イチゴの単価だけ比べられて、スーパーに並んでる商品と比べられて、竹下さんの商品はぼったくりだなんだなって言われることあります。うわー高さって、九州弁で高さって言われます。イチゴしか見てないから、目の前に見える商品しか見てなかったら、そりゃそうですよ。私はイチゴ売ってない。イチゴに関わるいろんな人の成長するその技術を学び、このイチゴの事業に関わる方を、その人の人生の幸せを願って情報発信をし、ものだけじゃない、そういったものを作り出してます。その値段の価値は見えません。だから見えないものに対するその価値観とかがない方には、それは高いでしょう。もうそれはしょうがないです。だから求めてる方に私は届け続けたい。まあこれ読書会もそうです。読書会っていう名前自体も変えなきゃいけないのかもしれないですけど、もうすいません、馴染んじゃって。本を読む、ただ書を読む会じゃないです。人を読む会です。人間力を高める場です。だからこの成長通は、その読書会の綺麗にやろうっていうことが目的じゃない。人の成長を促進することが、このイチゴの事業も読書会も大前提としてあります。社会に役に立つ指導者の指導者を生み出す人材を作り上げる人間になり、こっから輩出していくんだって。政治家頼みじゃない。政治行政組織に依存するんじゃない。自らゼロから一を生み出していく人間、改善していく、改善に人が集まる、その改善の思い、ミッションに人が集まる、それを発信側の人間が増えていってほしいと思って、イチゴの事業も読書会も伝達力トレーニングもやり続けていますというミッションを自分に叩き込んで、今改めて奮い立とうとしているところです。こうして発する言葉が自分を作っていきます。自分のミッションをたくさんの方に共有することによって、私もへこむことがあります。実はたった今本当に不採用通知を出したばっかりなんですよね。うわーって思うんですけど、でも自分のミッションに向かって、その不採用を出した方にも幸せになってもらいたいという思いを込めて、もっともっと自分を磨き上げて、これから出会う人を幸せに導ける人間になっていきたいと心から思って、今日のメッセージといたします。人は変われます。ミッションを掲げてこれからも突き進んでいきます。以上です。